こいいよ。素晴らしい。今だ。素晴らしい成果だ。はい。さすがに怒りますよ。ねえねえゴルドマリー、俺に料理の作り方を教えてくれない？別に構いませんが、急にどうしたんですか？俺思ったんだよね。俺とゴルドマリーなら当然俺の方が可愛いじゃん。は？でもゴルドマリーは料理が得意だからさ、その分負けてるかもって。そんな状態は良くないから、俺も料理ができるようにならないと。はい、すみません。可愛さも私の方が勝ってますけど。うん、じゃあそれでいいよ。とりあえず今日のところはとにかくさ、料理を教えてほしいんだ。頼むよ、俺の可愛さに免じてね。教えてもらおうとしている人の態度とはとても思えません。ですがまあ友達の頼みですし、特別に教えて差し上げてもいいですけど。